栗山さん、早く早くさせ。こいつは弱ってんだろ。僕の体から追い出せばきっと。でも先輩が。死なないよ、僕は不死身だからね。持たない、早く。でもそのためにここに来たんだろ。それしかないと。ここに来たんだろ。そうです。でもだったら貫け。倒したって何も変わらない。その体を流れる血も自分が置かれた場所も何一つ変わりはしない。でもそれでも栗山さんはここに来たんだ。だったら貫け。虚ろな影なんかに屈するな。屈したら何の意味もなくなる。さて、僕は不死身だ。だから生きろ。血を放て。